西口香織は、日本の気象予報士である。南気象予報士事務所所属、及び気象キャスターネットワークの一員である。大阪府堺市出身。身長161センチメートル。血液型 A 型広島市立船入高等学校、卒業。大阪赤十字看護専門学校中退。2008年一般財団法人日本、気象協会入職。 関西支社所属。2015年一般財団法人日本気象協会退職。資格は気象予報士。2009年4月1日から2015年3月31日まで FNN スピーク関西ローカルパートの天気予報を担当。愛称はカオリン、ペタさんなど。趣味はショッピング、サッカー観戦、寝ること。 特技として、いつでもどこでもすぐに寝られること、お酒を飲んでも、ほとんど酔わないこと。気象予報士の中谷幸乃と、交友うう関係がある。お誕生日会気象予報士のブログ、お天気お姉さんのプチ日記、三宅厚子。ABCDEFGH 気象予報士、南気象予報士事務所 h t t p w w w b i g l o b e n e j p スラッシュ天気南予報士 HTML SPB ブックマーク -7 自主イベントを開催しました気象キャスターネットワークお天気キャスター名館関西支社 ホーム日本気象協会ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.jwa.or.jp スラッシュ関西スラッシュキャスタースラッシュ html 予報士友達気象予報士中谷幸野のブログ雪月火2009年8月26日から9月1日に FNN スーパーニュースアンカーで天気予報お天気ナビを担当している 片平厚氏の体調不良による休養に代わり、出演。2009年10月12日から10月16日の放送では、夏休み期間中の片平厚氏に代わり、FNN スーパーニュースアンカーで、天気予報、お天気ナビを担当した。また、西口が、夏休み期間中の際は片平が、KTV スピークの天気予報を担当した。 2010年8月16日から8月20日の放送では夏休み期間中の片平敦氏に代わり FNN スーパーニュースアンカーで天気予報お天気ナビを担当した2012年8月7日から8月9日の放送では夏休みで北海道へ旅行中の片平敦氏に代わり FNN スーパーニュースアンカーで天気予報お天気ナビを担当した ありがとうございます。